山城の応援の王子はなぜ水戸天皇に皇位継承者として選ばれなかったのかというね話。昔ね前からね疑問をやったんです。でもう一つは「大化の改新」は誰が主導したんかという話でねこっちはねストーリーがね3つ作れるんですけどね。 どれがね、納得できるかという話なんですね。で、これ、どっちもね、思いつきみたいな話でしてね。これ、あの、歴史学の研究者、鳩野先生みたいな人たちだとね、それ、証拠あるんか、いうことになってね。ですけど、これ、私、研究者ちゃいますからね。自分で納得できればいいわけで。 何の根拠もないんです。独断と偏見でもかまへんから、私はこう考えたら納得できちゃうよというね。そういう話です。自分が納得するためにストーリーを考えるという、うん、話ですね。でね、山下大江の王子の方についてはね、ネタ話しちゃうと、ちょっと前にね、YouTube を聞いてたらね、 誰が喋ってたかわかんないんですけど、山城大江の王子の上宮王家、あそこは棒棚資産を持っていて、そうすると、天皇家の資産が二分割されているので、これを一本化するために上宮王家は潰されたんやと。あなるほどと思って。 てかもう一つ、モドベ氏が持っていた財産は、モノベとソ我が戦った時に、ソ我が取ったんやと。ああ、そうやったんや、知らんかった、言って。YouTube の話ですからね。いやほんまなんかと。でも、喋ってた人はね、割とまともな人やと思うんですよ。で、その人も、いや、これ、定説とは言えないがって話してましたからね。まあ、しかるべき人だと思うんですけどね。 で、私、その話を聞いててね、ああ、そうかと、上宮王家の資産を没収する、そして天皇家を一つに戻す、あそう考えれば、山城の上の王子が天皇になれず、上宮王家が滅亡するということが、すっきり説明できるんやと思ってね。 自分の頭の中で納得した時の話です。で、ほんまにそうか、お前、証拠見せてたら私そんなんね、研究者じゃないますからね、<laughs> <laughs> 思っただけですよ、というね、定説でも何でもないし、うね、それ、あの、誰かのしっかりしたね、岩波新書とか中古新書とかね、そういうところの本から持ってきたもんでもないですということをお断りした上でね、話をしますね。あ、普段私調べてるときはですね、自分で調べたもんじゃないけど、 岩波新書とか中古新書とかね、信用できる先生の話からね、抜き出して自分らのストーリー組み立てるんですけど、今日の話は全く自分が頭の中で考えただけの話なんです。で聖徳太子のあの上宮王家なんですが、あれなんで作られたんかなというところから話し始めますね。もともと聖徳太子、 お前との王子って天皇になる血統ではないんですね。天皇家の着流って、雄略天皇がいて、雄略天皇の孫娘です。確かの姫巫子。慶大天皇を婿に迎えた人ですね。それから、金明、美脱、押し坂と。これが天皇の 天皇家の着形ですで。この着形は、天皇の父、母、男系、女系、共に皇族で構成されているんです。で男系か女系か、どちらかで繋がっていればいいので、宗形って言うんですね。雄約天皇からは、女系で、 の姫姫子、金名美達、おし坂と。こういうふうに天皇家の着敬が続いているんですで。天皇家の中にはもう一個流れがあって、父親は天皇家ですが、母系で見ると、母親の方で見ると、祖母の方につながる人たちがいるんです。天天皇皇ととかか、陽明 聖徳太子自体は父も母も工場ですが、父、陽明天皇の方のおばあさんは蕎麦氏生まれ戸の王子の母親のおばあさんも蕎麦ですから、まあ蘇雅系の人なんですね。でなぜこの蘇雅系の聖徳太子生まれ戸の王子の 王家、上宮王家が作られたかということなんですが、もともと美達天皇の最初の皇后は広姫なんですで。広姫と美達の間に、押坂の彦人の王子が生まれる。この人が本来の後継者なんです。ところが、広姫が亡くなってしまって、水子天皇、 高校ですが、まあ今でいう五歳さんなんですね。そしてここに武田の御子が生まれます。で五百九十年代の初め頃かな。そうと思われる争いとか、崇峻天皇。天皇やめてもらおうとか、まあそういう事件でですね。天皇家が、まあ、ごちゃごちゃしている時に。 どうもこう、押坂の彦人の王子も、武田の巫女も、これ、亡くなってしまったらしいんです。で、誰が天皇になるんやとあ。当時は、えー、同世代継承ですから、また30歳代で天皇になるので、その時、通常であれば子供たちまだ10代ですので、子供たちが、次の世代が、 30代になるまでの間、その上の世代が、兄弟とかいとことか、同じ世代で回していくんですね。微脱、陽明、スシュン、春、イコと。回していきます。そして、次の世代の成長を待つわけですが、この次の世代がですね、なくなっちゃうんですね。 で、残ったのは、馬宿の王子だけだった。で、その時、政権を取っていたのは、大海の蘇我の馬子と水古天皇です。で、ここで、水古天皇と蘇我の馬子は、馬宿の王子を次の天皇にしようと考えた。ところが、この、 馬まの王子には血統上の問題があった。当時、天皇には直系の天皇と傍系の天皇がいて、直系の天皇とは父、母ともに天皇家。で、これ、着系の人たち。銀名、美達、押坂。そこは、ちょっと外れるけど、武田。 人たちは父母ともに天皇家なので直系なんですね。でところが陽明天皇とかスシュン天皇とかこういう人たちは父は天皇家だけど母は天皇家ではない。これは系って言って亡系の人たちというのは自分は天皇になれるけど子供は天皇にはなれない。ですだから生まれどの王子 父親の余命天皇が亡骸ですから、馬宿の王子自体は天皇にはなれない。ただ、残ったのが馬宿の王子だけだったので、でしかも、水戸天皇も、近江の蘇賀の馬子も蘇我系ですから、蘇我系としては、この馬宿の王子、蘇我系の王子である馬宿を、 次の天皇にするというのは都合が良かったんです。ただ、その時に、馬宿の王子が天皇になれるのかというですね、疑問があるので、そこをですね、クリアするために、馬子と水子天皇が協力して、馬宿が皇位継承者になると、みんなに認めてもらえるように、 時間をかけて、馬宿を育成していった。で、育成するとはどういうことかというと、まず、水古天皇の政権に参加させて、政治的な教養を身につけさせて、そして少しずつ水古天皇の後継者は、 馬宿の王子、この人なんですよ、ということをです、ね、みんなでこう広めていくんです。それともう一つ、馬宿の王子に資産を持たせて、新しい王家を作る。こうして、着家の天皇家、押坂王家に対して、蘇我系の新しい王家、上宮王家が作られた。 そしてこの馬宿の王子に水戸天皇の娘と馬子の娘を嫁かせてここに出てくる王子これを次の次の時代の天皇にするそして上宮王家から代々天皇を出すこれが水戸天皇と 相場のうまくのプランだったんでしょうと私は思うんですね。で、寿恵子天皇の時代は教科書的に言うと遣隋使派遣したり、官位十二回作ったり、憲法十七条作ったりするけど、考えてみれば、 回とか憲法1七条って要するに中国から律令制度が入ってきて官僚制度が整備されていくその途中の段階のもので最終的には律令制で完成していくわけだからそんなに大事なもんなんだろうかと。ね、小学校の教科書中学校の教科書にね太字で出てきてみんなが知ってる「簡易十二階」と。 憲法11条ですけど、実用に比べれば、というか、実料の、実料導入のための前段階のもので、それ以降、官位12回とか、憲法11条って、日本の政治に大きな影響を与えないやろか、最初思ってなんかするんですよね。それをかね、飛鳥清美子剥がれよとかね。 養老律令とかね、律令で日本は中屋で運営されていったわけですから、そっちの方が大なんちゃうんと思ったりなんかするんだけど、まあ教科書には、簡易十二回とか、えー、っと、憲法十8条か、が大きく出てくる。で、逆に出てこないのは、聖徳太子が本来は天皇になる決闘ではないとか、 で、上宮王家はなぜ作られたか、上宮王家はなぜ滅亡したか、そういったことは教科書には出てこないですよね。で、高校でも説明しない。まあ、分かってないからというのもあるんだろうけどね、うんで。むしろ私なんか、さっき言ったように、憲法17条や簡易12回何回か、この上宮王家の、 上宮王家を作って、新しい天皇をここから出そうという、水孔天皇と、相川の馬子の、この野望の方が、ごっつい興味があって、でその野望がなんで挫折したんだろうということの方に興味があるんですよね。大きく言えばこれ、今までの天皇家着景を、 上宮王家の方に乗り換えてしまおうという、まあ一種の行為散奪とまでは言わないけど、口頭の変更ぐらいに当たるのかなでは、なぜその上宮王家が結局、聖徳太子、山下の上の王子、二代で滅びてしまうのか というか、蘇我氏がなぜ諦めたかですよね、上宮王家をね。で、その一番大きな原因はね、山城の王家の王子が結局、天皇の子供になれなかった。で、実は上宮王家の方にはチャンスがあったんです。 おしさ王家の方の、おしさの彦人の王子が亡くなってしまって、で聖徳太子、馬宿の王子が天皇になるということを馬子や水子が想定していたわけだから、その計画通りに聖徳太子が皇位につけば山城は天皇の子供になる。 一方、押坂は天皇になってないから、その子供たちは天皇の子供ではなくなる。そうすると、天皇の子供である山城の王へと、天皇の子供でない押坂系の王子が競争したら、天皇の子供というこれ事実が重いから、上宮王家の方が有利に立てたかもしれない。 ところが、聖徳太子が天皇にならなかったので、山城の王へは天皇の子供ではなく、陽明天皇の孫、二世王という形になってしまった。吉坂の彦人の王子の子供、田村の王子、後の女明天皇ですが、この人も 天皇から数えると、二世王なんです。女名も二世王。山城も二世王。ただ、山城の祖父の陽名は、冒険。なのに対して、女名天皇、田村の王子の祖父は、微達天皇は、ここは 直系の天皇だった。で、二世王同士だと、押坂王家の、この女名の方に、アドバンテージがあるん違うかなと。で、水孤天皇が、晩年、山城か、後の女名か、どっちかを選ぶときに、 山下の大江の王子を遠ざけて、除名の方を選ぶ。そこのところがね、どうしても分からへんかったんです。なんで除名の方を選ぶんや。でもそれって、血統上の問題だったんだと考えれば、すごく簡単ですよね。押坂王家と上宮王家を比較したときに、血統的には押坂王家の方が、 優位に立ってるんで。で、水孤天皇の心情としては、自分たちが作った、馬子とね、水孤が協力して作った上宮王家の方で行きたいけど、しかし客観的に、押坂王家と上宮王家を比べて、押坂王家の田村の巫女を外して、山城の王家の方に行為を持っていくというのは、 それはやっぱ無理なん違うやろうかと。だから、水うう言天皇は、山下の上の王子、個人には問題がないかもしれない。あ、ここね、山下の上の王子に個人的な問題があるように書いてある説明もあるんだけど、実はもっと簡単で、山下の上の方、王子の方に個人的な問題があろうがなかろうが、山下の,応の素質には問題がなくて、 結闘に問題があるんや。だから、水古としては、星坂王家の方を選ばざるを得なかった。ここで、水古天皇と蘇我の馬子が挑戦した新しい王家を作ろうという野望、これは挫折した。その挫折に至った原因は、 聖徳太子が天皇になれなかった。なんでならなかったかというと、水古天皇が亡くならなかったから。長生きしたから。当時天皇は終身制で、天皇が亡くならないと皇位を継承できないから、聖徳太子49まで、別に早死にでも何でもないけど、水古がより長生きしたから。 馬子も結構長生きしてるんですよね。ということがあって、馬子、水子から次の世代への継承がうまくいかなかったために山城は天皇の子供というステータスを取れなかったので、水子天皇もさすがに山城は無理やということで、 除名天皇の方を選んだ。ということなのかなでそうなると、山城が天皇になれないとなると、もうその次になると、三世王になってしまうので、この王家から天皇が出るということは、もともと冒険やしね、考えられないかなじゃあ、ここに、 集積させた膨大な資産はどうなるんだということになってで、このままだと天皇家が二つに割れちゃいますよね。星坂王家と上宮王家と。両党を設立。だけども、もう二つの王家の競争は終わったね。上宮王家は、 ついに聖徳太子が天皇になれなかった時点で、というか、<laughs> スイコ天皇が長生きした時点で、上宮王国の運命は決まったんじゃないかな。ということでですね、スイコ天皇は、上宮王家、せっかく作ったのに、ってここに行を持っていけなかったというね。うん で、亡くなった。C で言えば、推古天皇が亡くなって、著名天皇が後を継いで、で、著名天皇もすぐに亡くなれば、山下の上の方にね、チャンスがあったかもしれないけどね。著名天皇が四十九。 まで、生きてで古人の王へという、あと次も生まれた。という時点で、上宮王家の運命は決まったんかなここまでが一つ目の話です。さっきの章を受け継ぐと、水子と馬子は天皇家の 尺形の方の王子たちがいなくなったのを利用して自分たちの側の王子聖徳太子を皇位継承者にして上宮王家を作ってこの宗我系の上宮王家から代々の天皇を出そうという構想野望を持っただけどそれは 結果的にうまくいかなかった。そして、うまく推敵がなくなり、押坂王家の除名天皇の時代がやってくる。この上皇家どうするかというのは、多分、押坂王家、天皇家にとっても、蘇我家にとっても、厄介な問題だったと。 思うんですよね。この上宮王家がなぜですね、蘇我の側から邪魔者扱いされるんか。これもしよくわからなかったんですけど、結局、計画が失敗したということであれば、失敗したですね、計画にいつまでも構ってやらないとこうことなんでしょうね。そのわけの方も、 代替わりしてで、新しい時代に対応してい,いかなあかんということになって、除名天皇の次の皇位継承者は誰にするんやということになったときに、古人で行きましょうということで、天皇家本流の押坂王家と。 蘇我家の本家が同意した、合意した。古人は父が天皇家、母が蘇我家から来てますから、古人でいいじゃないか。でますます上空王、OK、家これのですね、諸が問題になってくる さて、今晩は、このような場合の上宮王家の将軍は悩みの種になりますね。そうですね。私、上宮王家が悩みの種やったんやと。特に、蘇我氏の側が天皇家の本流、押坂王家と頼りを戻そうとしたときに、自分たちが作った上宮王家、これが、 足かせのようになったので、最終的にね、これ、蘇我氏が動いて、上宮王家、滅ぼすんですよね。で、なんかの本になぜ蘇我氏がね、蘇我系の王家である、上宮王家を滅ぼすのかってね、そういう文章も読んだことあるけど。 蘇我賀氏を持て余したんやね。で財産回収すなあかんしね、ここに集積した。でさて、そういうような話が進んでいる中で、著名天皇が亡くなります。著名天皇が亡くなって、で、次のプリンスは古人の大江の王子なんだけど、まだ年が多分若かったんでしょう。 で、ここで、同世代継承で行くとすると、候補者は二人いるんです。山城で行くか、除名の皇后の皇玉で行くか。しかし、ここでね、山城に行為を持っていくと、これ、両党哲律みたいになっちゃうんですよね。 蘇我氏の方としても、押坂王家と古筆で行きましょうということで合意してしまったら、山城の応援の王子に今更行為が言ったら話はややこしくなるだけだということで、皇玉の方を天皇にして、で山城の応援の王子の上宮王家を。 結局、滅亡させてしまった。で、ここに山城の上江の王子の悲劇が生まれる。山城の上江の王子の悲劇って、こまれたんだろうと。それは、富樫水子の野望の結果。結局、うまくいかなかった。ですね。うん。水子が長生きしてしまったというですね。 そういうことで聖徳太子山城この上宮王家に好意を持っていくことができなくてでこれはもう処分せざるを得なくなったこれが上宮王家滅亡の原因ではないかなってここまで言うと身も蓋もなくなりますけどね、うん、聖徳太子不安や上宮王家不安にね何言うとんやと言われるかもしれませんけどね 聖徳太子と結婚した王女に王子ができて成人していれば、上宮王家から王が出たんでしょうかしね、それはね、こっちですね、推古の娘、こちら側に王子が生まれていたら、素晴らしい考えるんです。山下の場合、 陽明時代が傍流で、聖徳太子は天皇ではなくて、しかも母が手子の娘やということですよね。これが水子の娘と聖徳太子の間に生まれていたら、これはね、水子天皇のね、力の言い方が違ったと思うんですけどね。うん 山所の王へと推古天皇って直接血縁関係ないからね。推古天皇が上宮王家を見放すときに、まあ、うちの孫じゃないしっていう気持ちがね、あったとは言えないと思いますよね。うん 皇后というポジションは高いもんなんですね。そうなんです。皇后のポジションはね、すごくね、強いんです。強い原因は、ここにあります。ここですね。そもそも、大優略天皇の,の お嬢さん、らかの姫巫子。この人のもとに、携帯が向こうに来たわけだから。らかの姫巫子。皇后の方が、お嬢さんなんです。携帯天皇は、大阪の商人でいうところの、伊藤さんに向こう入りした番頭やり手ですけどね。だけど、家の、 正当性を受け継ぐのは娘の方。で、この娘が王妃崎から皇后になっていくわけだから、皇后って強いんです。蘇我氏は、上宮王家を滅ぼして、押坂王家にすり寄ろうとしたけど、結局、中野王たちからは信用されなかったのか。 か暗殺につながったということでしょうか信用するとかどうかというのはそれ中上皇子にすごい力があった場合の話なんで実は中野上皇子ってこの人も本来であれば天皇になんかなれるものではないですね。 で押坂王家のプリンスは古人であって、中野上ではないから。う大一王子なんです、除名天皇。で、蘇我の本家と天皇家の着流の皇点に出てくるのが古人で。で、中野上自体はもう古人で行きましょうと。 いう体制が出てきてからの年下の王子ですからね。で、母親はこれ、つなぎの天皇ですから。だから中野大江の王子が皇位継承するには、もう、蘇我と 天皇家着流との合意事項をぶっ潰す必要があった。空出た大化の改新ですね。うん。したがって、蘇我氏と押坂王家は合意したんです。押坂王家と蘇我家の連合、これが大勢であって、 中野江の富士は革命派なんですね。うん、武力革命です。それもね、暗殺というね、手段を使う。武力革命。テロによる革命を行うんですね。皇后は皇后でも、この時代ではもともと皇女からであるかないかと違って思いますが。 皇后ですけどね。この時期の皇后は皇女に決まっています。これ、水子も、父は天皇ですからね。蕎麦から入った、つまり、例えばこう、北志姫。こういった人は皇后にはなれません。なんでかというと、皇后は、もともと、 その家の跡取り娘だったわけで、足立の姫,御子,姫御子みたいに。だから、すっと天皇になれるわけで、で、天皇になるかもしれないという立場ですから、天皇家の血を引いている皇女でなければ、皇后になることはできません。皇后は皇女に限定されます。 でこれはね、平安時代の初めぐらいまでかな。あ、違うわ。光明氏が、奈良時代に光明氏が皇后になるね、人身初の皇后で問題になりますよね。あの時まで、あの皇后は皇女に限られてました。律令でね、上から、一番上が皇后か。 2番目が非。で、3番目が部人なんですけど、一番上の皇后と2番目の非。ここまでは内親王に限定されています。あ内親王って天皇の娘ですね。藤原孔明氏は皇后にもなれないし、その下の比という第2ランク。平安時代で言うと、中宮が 皇后ですね。で、尿護がいいです。あの皇后、女護。あそこまでは、律上では、内親王がつく、妃の、妻の位なんです。で、親家の女性は、第三ランクより下の、平安でいうと、皇位から下。 のくらいの妃にしかなれないんです。でだから、奈良時代に藤原の光明氏が皇后になる時に、長屋王なんかがさ、おかしいやないかってですね、クレームをつけるわけですね。うん、で、皇玉主導説ですが、うん、これもこれから説明していきますね。 でこれで山、えーっと、蘇我のイルカと皇玉天皇は、古人の王榮の王子が成長するのを待って、古人の王榮の王子を天皇にするという形で政権を運営していきおったんです。ところが、ね、それでは不満だという連中がクーデターを起こします。 クーデターを起こした連中は、カルノミコ、宝玉の弟です。それから、中飛びの鎌足中野大江の王子、蘇我の倉山田の石川真呂、中野大江の王子の妻の父ですが、この人、反主流派です。あそう、一つ説明し忘れました。 王玉天皇なんですけどね。この人ね。皇后やったんかというね。そういう疑問も実はあるんですね。なんでかというとですね。この人、確かに天皇家の女性なんですが、父、祖父、その上。 曽祖,祖父は天皇ですけどね。他のね、皇后ってね、みんな父が天皇なんです。で皇玉天皇、これ、宝の姫巳子って言うんですかね。この人は天皇家の女性ですけど、天皇の娘ではないですね。ただ、 皇玉天皇については、そういうふうに天皇家の中の身分も低いし、という見方がある反面、もう一方にね、皇玉はめっちゃ優秀やったから、っていう説もあるんです。で、つまり、要するにこの辺りってね、登場人物はよく分かってるんです。で彼らがやった、 報道も分かってるんですね。ただ、誰がね、主導権握っているのか、で、どの人がウェイトが高いのか、このあたりがね、分からないというか、なぜ日本書期しかないですからね、資料がね。蘇我家側の資料が全部、蘇我家滅亡とともになくなっちゃったので、 でしかもこれ、押坂王家の本流でもないんです。クーデターで勝った連中の中の、その中がまだ仲間割れしてで、結局、中富のかまと中野王へこの二人が勝ち残って、で、その子孫たちが作った日本書紀しかないので、 一方的な資料しかないんですね。だからこのあたりは大変に、あのー、ストーリーがね、何本も組み立てられてね。だから、これから大河の関心やりますけど、誰が大河の関心を主導したんや、ということでもね、ストーリーが何本も立つんですね。こんなにだって珍しいです。 コミックなんかすごいのがありますね。天地と天武なんかね。何だったかなイルカ、公玉、ラブラブ。この中野、大江とイルカ、ボーイズラブ <laughs> そんな。そんなコミックもあってね、もう何でもありですけど、まさかコミックですけどね。歴史学はさすがにそこまでね、とんでもない。 言いませんけど。でもまあ、よう分からなんから何でもあり。とは言えるところなんですね。うん。で、この反主流派が、645年、イルカを殺して、そして、フリトのオーの王子も、やがて、殺害されて。 皇玉天皇は天皇の座を降りるという。順番に言うと、イルカが殺され、皇玉が皇位を降り、その後、古人の王子が殺害される。この順番ですかね。いずれにせよ、イルカ、皇玉、古人の王子。この3人を倒すクーデターに。 中野大江の王子が主導したのか、カルノミックが主導したのか、クデターが起きる。で一般的な定説で言うと、まあ、高校あたりでやる、一番無難な説で説明すると、中野大江の王子が主導して、中富の鎌足りと、蘇我の倉山田の石川のが協力して、 蘇我氏を滅亡させて、光徳天皇を立てたと。で、皇玉天皇は皇位から脅されたと。で、これをど顔マークで表示すると、ニコ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 、泣き泣き泣きという形になるんですね。 で、その後、中野大江の王子、この人が長い間天皇にならない。まあ、年齢がちょっと下やということもあるけど、それにしても、中野大江の王子が主導して、クーデッターを起こして、勝ち取ったんだとすれば、もうその勢いで天皇になっちゃってもいいちなもんですけどねで。そうはしない。まず、 高徳天皇を立てて、そして母親の宝玉をもう一回天皇にして、斉明天皇。で、その後、ようやく天地天皇として即位するんです。なんでそんなことすなあかんかったんか。それは、クーデターで行為を散脱したから。で、この行為散脱して、 天皇になっていいんかという、この批判をロンダリングするために長い時間がかかったんだということで、光徳天皇と最明天皇は、つなぎの天皇で、その間一貫して、中野応江の王子が主導権を握っていたというふうに、まあ、高校の教室では説明するかな。 それが一番無難な。無難というか、無難というのはどういうことかな。教科書とか参考書などに書いてあるのに、まあまあ近いような説明をすればそうなるってことですかね。教科書はっきり書いてないですけどね。中野江之伍が首謀者やとかね。ただ、教科書に書いてあることに反しないような説明しようと思えば、 まあ中野上の王子が中心で、蘇我氏を倒して、天地点になりますという。これが、これがその、一番無難な説なんですかね。高校で言うならね。で、このね、クーデターグループなんですけどね。これでも主導権、中野王が握ってんのか、皇族が握っているのか、 二節あるんですけど、まあ一応中野江の王子の方の主導権でいきますね。で、これね、光徳天皇ね、天皇にしますけどね、中野王の王子。この光徳天皇だってよく考えてみると、そんなに皇位継承できるような血統でもないですよね。こうやって系図にしてみるとね。美達の 賛成王しかもこの王とか、この、この兄弟って、皇玉、皇徳、兄弟、そんなにね、血統的に天皇になるような血統にも見えないですけどね。まあ、公玉は、古い人へ持っていくためのつなぎだからいいとして、 公徳ね。この人そんなに天皇天皇で言うような血統の人でもないように見えますけどね。さて、まあ中野上の王子が首謀者ということで話し続けますが、中野上の王子はクーデターに成功して自分の経歴をロンタリングするために公徳を 天皇にしますところが高徳天皇が自立するんですね天皇ですからねそうすると高徳天皇の子供の有馬の巫女この人にも皇位継承の可能性が出てくるというところで中野大江の王子中富の鎌足利と高徳天皇の間に大豆が生じて中 の,大江の王子は法玉や皇徳の妃って中の上の王子の妹端人の何とかなんとかというんですよね。そういう中野大江の王子一家が皇徳を難波にほったらかして大和へ帰ってしまう。で皇徳天皇は難波で寂しく亡くなる。 その後、有馬の実子も命を落とすということで、中野江の王子が、まあ、実権を完全に掌握するというところなんですが、はい、ということで、ここまでがですね、中野江の王子主導説です。 で、ここからね、で、タクの関心ってね、そう、主導、主謀者は誰かということでね、ストーリーがね、三つ描けるんですね。今まで説明してきたのは、中野大江の王子、主導説。そして、紅玉は、蘇我のイルカとか、と組んでたんだけど、 クーデターに敗れて退位させられるんやと。中野王へ勝ち組、公玉負け組。そして、皇徳は中野王へのによって、傀儡の天皇になる。これが中野王への王子主導説。これに対してね、皇玉主導説というのがあるんですね。 これは何かというと、皇玉天皇は蘇我氏と組んで、古人の応援の王子を天皇にするためのつなぎの天皇になったが、自分の子供に好意を継がせたくなって、裏切った。イルカ、古人を裏切って、クーデターを決行して、イルカを 倒したこれが皇撃主導説です。佐渡のィルカの首ってね、イルカが倒されたとき、皇玉の方に飛んでいくんですね。裏切り者めということで。で、この後、皇撃天皇はまず弟を天皇にして、皇徳天皇にして。 その後弟が自立の傾向を見せたので高徳天皇もほっぽり出して奈良に帰ってしまいで中野大江の王子につなぐにはもう少し時間かかるので自分がもう一度天皇になった。 行くんですね。で、これ図で書くとこうなるんかな。皇玉天皇はですね、中野応援の王子主導説だと、皇玉天皇は退位しますので、辞めさせられますので、辞めた後、どんな天皇ってね、辞めた人初めてなんです。生きてるうちに天皇辞めた人って、皇玉が初めてなんです。 で、辞めた元天皇ってどうなるんだろうって。地位もそういう役職ならないんですけど、皇玉は何て呼ばれていたかというと、すめみうのみことって呼ばれてるんで、このすめみうのみことというのを、天皇よりも上、キングメーカーみたいなもんや、というふうに捉えて、 で、このグループを引っ張っているのは、公玉なんやと。で、公玉と公徳の兄弟喧嘩が起きて、公徳が倒されて。で、その後、蘇我倉山田の石川窓、あ、こっちが先か。この蘇我倉山の石川窓も自害に追い込まれて、最終的に公玉親子と 鎌足りが残るで、皇玉天皇と中野上皇子では、これ、皇玉天皇主導説の場合は、皇玉天皇が中野上皇子に命令を発します。で、例えば、朝鮮でね、百済が滅びるんかな。で、百済最高だってね。 日本水軍を送るんだという、あの戦いも、皇玉天皇を調査して、西明天皇が主導したんだと。で、西明天皇自らですね、朝鮮へ渡るおいて、遠征途上に九州まで行ったところで亡くなる。で、中野江の王子、あやっと、やっとあの怖いお母さんが亡くなったと。 これからは、中野大江の王子、どっちかというと、おとなしい人だったらしくうて、皇玉主導説の場合はね、もうあんまり無茶ゃせんとこうと、で、思ったけど、まあ日本水軍は朝鮮半島に渡って、白月の上で散々に負ける。でも、あそこのところもね、いろんな説があってね、 中野井の王子は、日本水軍、皇局が作った日本水軍、そんなもんに反対やって、な危険なことやめましょうよと言ってたけど、皇局がやるんだ、あんたらついてきたらええんやということでですね、止められなかった、ね。で、母親が作った朝鮮衛生軍、 こんな危険な軍備は、なくなっても構わないと言って、朝鮮を送り出して、で、白戦で負けて、日本水軍全滅しますけど、それでよかったと。ね。で、むしろ、これをですね、きっかけに、危機を煽って、対外危機を煽って、国内を引き締めて、で、中央集権化を図ろうと。 中野家考えたんやってのはね、説もあるぐらいでね。公玉主導説がありだと思います。難波橋を引き上げたり、最明とな土木工事など、うん、朝鮮遠征もそうですね、公玉が引っ張っていくという、うん、あの積極かかんなですね行動は中おえ、中野これ中野家の王子がね、 私たちは、あの、中野上の王子主導説では、中野上の王子は決断力のあるね、人やというふうにイメージしますけど、公玉主導説を取る人たちは、中野上の王子はね、まあ、公玉には頭上がらへん。どっちかというと、積極的な公極、消極的な中野上というふうに考えるんですね。うん、公玉天皇は、 形図で見ると、内親王ではなかった。そうですね。形図で見ると、天皇の賛成ですね。内親王とは言わない、ね。天皇の子供ではない。天皇のひ孫に当たる人ですね。うん、この人、再婚でしょ除名天皇とは。 んう覚えたけど。<laughs> 確か最高やったと思うんですけどね。うんでもね、その光玉天皇ね、光玉天皇主導説を取る人たちはね、光玉天皇はすごいしてやっていうんですね。うん、だから光玉天皇って本当にね、あの何が真の姿かわからない人ですよ、うん。だから面白いとは言える。で、これで、 大化の改新、中野上,上の王子主導説、そのバリエーションで高徳天皇主導説、それから皇玉主導説説明していきましたが、もう一個あるんですね。大化の改新で、蘇我のイルカ、皇玉グループを 倒すところまでは中野追の王子が指導した。で、母親の公玉を引きずり下ろして、法位から。で、祭り上げた。ところがね、この後ね、公玉がね、反撃に転じるんですね。あんたは、ね、なんてことするんやと。母は怒った。 私の信頼するイルカを殺して、でイルカと皇玉で立てようとしている古人の王への王子を追い込んで、それ何やと。いうことで皇玉はチャンスを待ってで、やがて勢力を復活させて、でまず皇徳を片付けて、で中の王への王子も押さえつけて、 これから私が好きなようにやるんや。私は切れたんや。切れたんや。好きなようにするんや。言ってですね。もう後半生の公玉は好きなように生きたという考え方もあるんだよね。で、朝鮮で揉めてるって生意気な。日本水軍を率いて私が朝鮮に渡るぞ。で、中野がお母さん、そんな無茶な言葉。何言うとんや、私についてこい。ってですね。で、九州まで行って。 で、そこで、公玉はなくなるというね。この公玉の中の応援に対する復讐説っていうのはあるんだよね。うん。で、どれが好きか。もこんなの私、研究者ちゃいますからね。あの、私、どのストーリーが好きかというと、 イルカと光玉が組んで、イルカと光玉は信頼し合っていて、古人の応援の王家を天皇にしようということで、天皇家と蘇我氏は合意して、その線で進んでいた。それを、 クーデターでね、ぶっ壊された。で、公玉は地位を追われた。で、怒った公玉が反撃に転じて。で、公徳を孤立させ、中野大江の王子を押さえつけ。朝鮮半島出兵、私がやる、ついてこい。 とといいうふうに進むというえ好きなのはこれ。ただね、この説はね、ちょっと高等学校とかね、高齢者大学とかでね、しゃべるのはね、うん、はばかりますね。まあ、ここではね、まあ、こんなあの本当にお遊びみたいな話やという、ね、ことを言いながらね、しゃべりましたけどね。うん てか、一時資料がない時点で、ほとんど、うん、そう、<laughs> 証明なんかできないんです。できないんです。だから、何でも言える。ですね。うん。ここのとこ面白いんですよ。で、ここを過ぎてね、持統天皇から後はね、 私なんかも言うとね、理屈で考える方がから、理屈でちゃんとね、進んでいけるんですよね。ひじわの道長と一条天皇、もうあのあたりになるともう完全に理屈通りいけますもんね。一定二号にしてもね、少子と中、少子中宮、定子皇后とかね、雪なりどう行ったかとかね。あんなもう 完全に理屈通りに進みますのでね、うん。一時資料がなく、理屈通りにも進んでいない。うん、ってとこって、皇玉天皇までですかね。あ、もう一個ね。天智天皇が亡くなって、天武と大友の間で、 人死の乱が起こりますよね。あのとこ、あそこまで。かな。よくわからないところは。結局、児藤天皇が、結あの天地の娘の児童が、最終的に権力握って、私の子供たち、私の子供たちで、 行為を継承していくんだって言い出してから。だって、天智天皇がそう言ったんだもんって。私のパパが言ったんやん行為は直系継承すべきなんだ。あの大天智天皇、私のパパに逆らうんか、お前らはって <laughs>。児童が言い出して。で、現明天皇、現象天皇、ね、続いていって。 まあ、あそこからはね、こんなにあの大きなストーリー自体がね、全然違うというところはないですね。うん。細かいニュアンスの違いはあるけどね。えー、西明天皇の神聖は神宮皇后の三冠征伐に似ていますね。そうなんです。西明天皇の 遠征これを元にして神宮高校の三冠征伐の物語が作られたというね話もあります。でその持統天皇がこれからは私の四子孫孫に行為を伝えていくんだと私のパパ天智天皇が決めたんや。 改めざるの常のノ,ノリや。あんたら文句あるんかで、私、我が持統王家のパートナーは、藤原の不士と率いる藤原氏だ。これからは、持統の天皇家と、不士との藤原家、この連合体で、 行為を継承していくんだ。という立場で「日本書紀」が書かれて、で、この後はね、資料いっぱい残ってるからね、大体大きなストーリーはぶれないですね。日本史の中で一番最後に残った面白いところ、これが大化の改新やと。 いうことでですね、今日はね、一次資料がない時点で、ほとんど補填できない、証明もできない話。だからなんで何言っても構わないというね、<laughs> ところで、もう好き嫌いで、私が好きなのは、皇玉天皇はイルカを信頼していた。皇玉とイルカが政治してるのに、 わけのわからん、跳ねっかりの息子と弟が、私に逆ろうて、くでた、起こしおった。名前生意気な。弟や子供なんかに負けるほど私はやわな人間じゃないんだ。やわな女じゃないんだ。で、まず弟の行徳ぶっつぶして、息子の仲の王へを押さえつけて、好きなように生きた。で、これが、 個人的には好きという話でした。で、どうですかね。うんうん、まあ、あの、今日の話はね、私の話の中ではもうちょっとね、普段は、あの、ないない、えー、これはないない先生の、うん、ここに書いてありますとかね、うんうん、そういうふうにして話してますけどね。うん、ということで、 終わりにしましょうか。ね、1時間ぐらいしゃべったかな、うんえー。水曜日、水曜日は聖徳天皇ですね。うん、聖徳天皇も私好きなんですけど、高賢天皇。高賢天皇、聖徳天皇、あそこはわからないところもあったんですけど、同教とね、 道教になぜ天皇の位を譲ろうとしたかとかね。ああいったところもね、最近どんどんどん研究が進んでますからね。うん。うん、聖徳天皇のところではあの、道教に位譲るのは、仏に好意を預けるんだというね。高知祥助先生の説。うん。定説とは言えませんけど、はい、私それが好きだというね。 でもこれはちゃんとね高一先生の本に書いてあることですからね大学の先生がこう言ってる話ですから、うん、今日のみたいにもう全く誰が何で打てんやられたらいや私がそう思っただけだという、ね、話ではないです、うん、大河ドラマにすると面白そうですが、うん、無理ですね無理です <laughs> まずね特にあの公玉 私の好きな光学天皇がい,いるかとね、うん、ダブダブ関係にあって、信頼関係にあって、ね。<laughs> で、弟、子供たち、弟と子供が何名前言ったやーって、こんなんね、シナリオにできへんやろね。それに1年間持たないです。ね、うん 道長のとこはね、あそこはもういっぱい資料が残っとるからね。だから一年間、ドラマにちゃんとできますけどね。誰かでもやってみませんかね。タイガーは無理でも、3回シリーズとかでね。その時はぜひ、公極リベンジ説、弟や、 子供に舐められてたまるかというね。女の意地だという。これでドラマ作ってもらいたいと思ったりなんか、うん、しますね。はい。じゃあ、今日はこれで終わりにしたいと思います。水曜日、貢献天皇やりますのでね。今度はあの真面目にやりますから。今日はこれで終わりにしたいと思います。 聞いてくださった方、ありがとうございました。